おっす。いるか、いないよ。愛しのとじこちゃんが会いに来てやったぞ。私という女がいながら、だから会いに来てやったって言ってるだろうが。今日は誰もいないんだな。そりゃ閉店したからね。アブアルディエンテ、ネルギガンテ、英気のキープある？あるけどイラツメさん好みじゃないと思うよ。あんま強くない。別に私は強いのが好きなわけじゃないけどな。か弱い女の子だし。はっはっはっは、つまんな。どこで笑ったんだよ。モケーレムデンベって何？お前今まで何探してたの？あとアブアルディエンテな。アブアブデデンね。こないだ頼んどいたろ。あ、これか。どうじょ。ん？とっくりか。できればグラスがいいんだけどな。グラス類はオタクの子がみんな食べちゃいましたよ。クソが。じゃあいいや。ごめんなさいわ。やったの私じゃないし、あれは私のでもない。わかった。それについては許そう。閉店だからそれ飲んだら帰れ。お前私にそんな口聞いていいのか？ダメなの？ビリッとすんぞ。お、降参だぞ。はぁ、和をもって尊しとなすってこういう。下民ごときが貴族に逆らっちゃいけないよ。下民の酒飲まないでいただけますかね。ビリッとすんぞ。降参だぞ。お客さん、僕もう寝たいんですが。なんだ私がせっかく来てやったっていうのにその態度は。じゃあ戸締まりお願いしていい？おしゃべり付き合いよそっけないな。聖者さん11時にはお眠なんですが。あーダメダメ、悪い子はもっと夜更かしします。僕いい子だよ。いい子がこんな時間まで起きてちゃいけません。お仕置きです。いや元はといえばあなたが。体罰ダメ、絶対。なんか面白いもんねえの？こいつは、ロシアン寿司なら、じゃんけん、それなんのじゃんけんポン。あい、こうで、待て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 。しょ。ほれ、食え。あれあれあれ、めちゃんこ納得いかないぞ。負けたじゃん。最初勝ったけど、文句言うな、ほれ。じゃこっち。え、せーのじゃないの？はぁ、正官。正官、おめでとう。はい、もう一個。どうした？違うじゃん。こういうのはどっちかわからないドキドキ感があるからいいんじゃん。結末が確定してるのは全然ロシアンじゃないじゃん。交互に食えとか言わないからさ。せめてもう一回じゃんけんでしょ、ここは。はい、お口あん。やだー、だって私一個食べたじゃんか。うるさい、負けたんだから文句言うな。勝ってたんだよなー。むぐわ。もうやだこの人。お前こんな美人と飲んでて嫌はないだろう。私飲んでないんだよな。聖者も飲め。私の酒が飲めないとは言わせねえぞ。え、アブアブデデンネ飲んでいいの？言い訳ないだろ、たかるな。納得いきませんね。じゃあ僕は大五郎でもいただきましょうかね。そんな安い酒よく飲めるな。さすがは下民。普通の大五郎も別にまずくはないが、これ君のやつの倍以上するからな。さは？なんかムカついた。アンさんお客様は神様じゃないんやで。うん、私は神より偉いお方の門徒だからな。神様扱い程度じゃ困る。妹じっ子のそういうとこ嫌いよ。私は大好きだぞ。自分のそういうところ。ガッチャン私生活でストレスマシマシなのはわかるけどさ、私に当たるのはやめてくれるかな。何言ってんだ、お前がいるから私は頑張れるんだよ。嬉しくねえな。お前はいくらいじめてもやり返してこないし、こうやってなんだかんだ付き合ってくれるじゃんか。いやこれは君のとこのボスを恐れてるだけだよ。あの明太子あんたよりおっかないんだもん。はっはっは、そうは言ってもなんだかんだ聖者が実は私のことを恨んでないのは知ってるよ。お前は人に見せようとしないけど言動に反して真の通ったやつだってのも知ってる。まあ、なんだ、私はお前のことを信じてるよ。いや私はお前のこと嫌いだぞ。またまた。ごめんて。どうしたら機嫌直してくれるんだ？暴力振るわなきゃ治るよ。それ以外では、ここそういうお店じゃないから。私はお前がいるから頑張れるんだよ。知らんよ。わかった。私はもう暴力を振るわない。愛の鞭も振るわない。セイエス。セイ、違くて。私なりの愛情表現なんだよ。愛情がこもってや何しても言い訳ないだろ。じゃあ私が愛情表現だって酒の中にタバスコぶちまけたら怒るだろ。ふざけんなよ、ぶっ飛ばすぞ。そういうことだよ。どういうことだよ。んめんどくせえな。私の愛を受け止めてくれよ。愛ってのはもっとこう優しいんだよ。お布団みたいな優しさ。お前のは釣り天井するタイプの布団。下民にはそんな高価な布団は合わないんですわ。貴重な経験だろ。はあめんどくさ。お前みんなに嫌われてんだろ。まさか全員にしてるわけないだろ。こんなことするの聖者だけだよ。それっぽく言ったって変わらないからな。なんだクソ電気うなぎが、いくら私のこと好きでも私はお前のこと大嫌いだからな。いやよいやよ、も好きのうちってな。強い、好きならもっと大切にしてくれよ。大切だから名前ほっとこう。勘弁。そんな痛くねえよ。お前にとっては痛みなんてないかもな。私だって痛みぐらい感じるぞ。人を妖怪扱いしやがって。なんで妖怪には通覚ないと思ってんだ。心が痛むことだってある。心ない奴の何が痛むってんだ。さっさと鳥類もろとも鋭気機に裁かれてしまえ。私に罰が必要なのか。言えばお前のためにあるようなもんだ。そうか、なら私は大好きなお前を殴ることによって自分への罰とする。ふさげクソたくあん。愛する者を傷つけられる痛みは何よりも痛いんだ。わかってくれ。わかるか。処刑人というのは、
自分の主張に関係なくて奥出さなくてはならない呪われた役なんだ。私は罪を犯した。その役を買って出る。こっちが無罪なんだよ、ゴラマジさ。直談判よ。度が過ぎると。でもなんだかんだ許してくれる聖者ちゃんが好き。許してねえよ。東京のくせに人を気遣うことを知らないクソ教徒め。お前みたいな犯罪者に構ってやる私が慈悲深くないはずがないだろう。慈悲深い人は平気で誰かに電撃ぶち込まねえんだよ。誰かは誰か、お前はお前だろ。むかつくな。相手にするとこんなにもめんどくせえのか。今度ええきっちに謝っとこう。お前は私がこんなに思ってやってるのに全部ないがしろにするのな。お仕置きだぞ。同じことしてやろうか。処刑人の役変わってやるよ。自分を大事にしないお前に愛の無知。悪霊退散、悪霊退散。なんで英気は良くて私はダメなんだよ。英気っ気の罰には愛がある。ねえよ。あるってことにしといて。いいよ。お前はいじめたいだけの欲が丸見えなんだよ。じゃあどういう時に愛を感じ、お前からは絶対に感じない。試して合点。わかった。身体的精神的苦痛がない時に愛情を感じる。生きる苦痛から解放。待って。人生こそ最大の苦痛。説得力が違うね。初見に来てる奴なんてみんな死んだことないからな。身内に死んだことある生きてる奴いるけどな。人の上げ足取る奴にはお仕置きだぞ。理不尽ですね。世界ってのはいつも理不尽なんだよ。理不尽なのは世の中じゃねえ。お前の倫理観だ。世の中のせいにすんな。はぁ、か、え、れ、か、え、れ、ひどいな聖者ちゃん。なんで帰りたくねえんだよ。帰りたくない理由があるんじゃないんだよ。聖者に会いたかったの。はぁ、くそ。ストーカーに付きまとわれる気分ってこんな感じなのかな。まさか、相思相愛じゃんか。あ、ストーカー。一生一緒だよ。一生終わってんだから帰れ。聖者お代わり、帰ってくれ。もう午前3時よ。夜の3時だろ。朝乗って行ってねえだろ。聖者と一緒のやつ飲んでみたい。もう飲んじゃったよ。今何飲んでんの？鬼殺し。なんで死なないの？こんなんで殺されてたまるか。下民の酒飲まないんじゃなかったの？まあお前が飲んでるならうまいんだろ。ちょうだい。ほい。マッツ。だから言ったでしょ。下民の酒だって。え、なんでこんなの飲んでんの？誰も飲まないから処分してんの。お前よく飲めるなこんなの。下の超えた幻想郷でこれは売れないと思うぞ。売れなかったから処分してるんだよ。そんなまずいか？私は飲めない。私は晩飯フード自販機のチャーハンでもいい派だから。ええ、あんなうまい料理を作るのに。そりゃうまい方が好きよ。けど別にまずいっていうほどじゃない。それに今日のご飯が食べられるだけありがたいことなのよ。お前が言うと説得力違うな。どれだけ困っても木が生えてれば植えない。お、おう、あれ、お前どんだけ飲んだ？ 8リットル？8升14リットルちょい。見かけによらずざるな。飲めないってもんじゃないぞ。やだ、かっこいい。もう午前4時ですよ。もうやめましょうよ、とじこさん。てかマジ帰れ。いいじゃん、どうせ開店11時だろう。バカ野郎、今日はもう臨時休業だ。え、てれんな。釣れないな、聖者ちゃんは。もうな。今回だけでな。12ギリギリ来てんだよ。12よ。やる側はわかんないだろうけどな。あれめっちゃ痛くすぐったいのよ。もうね。なんつーの？わかんないけどさ。お酒空っぽだよ。聞いてないね。まったく。ええ、聞いてくれてたらな。ほんとこれ最後にしてくれよ。どうしたの？聖者ちゃん。酔ったかな？お酒。はい。ありがとうございます。なんか食べる？うん。今日はもういいかな？そっか。それ飲んだらさ。その。帰れる？平気ですよ。一人で帰れます。うん。ならいいんだ。ちょっとトイレ。なんだこの大気音。はい、聖者さん。オーブンさん、起きてたか。呼び方どうにかなりません。何かございました？あんな、な。その、とじっこがめっちゃ可愛い。いや、ちゃうんよ。のろけとかじゃなくてね。酔ってます？いや、酔うほど飲んでは。あ、どうかな、わかんない。いや、曽我様がです。え、あ、まあそれなりに。まずいですね。まずいんですか。それはおそらくストレスが過剰に溜まった極限状態です。昔一回だけ見ました。別にそんな感じはしないけど。ちょっと冗談でお尻を触ったらですね。落雷で体の3分の4が消し済みになりまして。0.3 増えてる。溢れ出た霊力が天候や土壌をめちゃくちゃにしまして。後にそれは寒影の大飢饉と呼ばれました。でもってその霊力が大地に蓄積されて耐えきれなくなって放出したのが宝永大噴火です。聖者さん。幻想郷の未来、いや日本の未来は、あなたにかかっています。援軍を送るので、それまで耐えてください。へへっへへっへへ。ももももえるじゃねえの。やってやんよ。おかえり。どうしたの？へへっへへへ、なんでもありませんよ、いとじこさん。あ、肩をもみしましょうか？
か変だよ。変なのはてめえだボケ。そんなことありませんよい。あ、お酒からですね。今新しいの開けますんで。うん、もうそろいかな。いや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 、ぜひともとじこさんに飲んでもらいたい一品があるんですよ。とりあえず飲ませて潰す。これしかねえ。ほらほら、よすすめ酒。しかも遊戯の杯通した極上品ですよ。アルコールも極上だがな。いいの？もちろんでさ、とじこさん。お代は結構ですんで、どうぞどうぞ。魚もあつらい向きの品があるんで。これで酔い潰れるのは確定。とりあえずゆかりにせん。とじいさん、ちょっと待って、お願い、本当に。わあ。ああ、待って。どうすっか、ひー。ほら、よし、いい子だ、よし。お母さーん。寝よう。1時間待ちます。ぜひ局長に来るように。